栗王子は、日本のアニメーション作家、イラストレーター、絵本作家、洋画家。一コマ漫画家としても活動している。本名、栗原秀夫。2016年以降、栗王子、または、生命の間に中黒を入れた栗王子の名義を、併用して活動している。福井県今立郡鯖江町出身。父は軍人。陸軍幼年学校の受験に失敗後。 旧制福井県立竹尾中学校へ入学。中学時代に終戦を迎えた。1947年、京都市美術学校の入学試験に合格するが、父親が公職追放となり、学費のめどが立たなくなったために進学を断念し、郷里で様々な職業について、家計を助けた。この頃、横山大蔵の漫画に浸水し、自身でも雑誌への投稿を重ねるが、 一度も採用されなかった。横山への憧れが講じ、1950年に横山の住居、鎌倉市に近い藤沢市に移住。藤沢には漫画家のトネ義雄がおり、偶然知域を得た栗はトネの紹介で、横山や演出家の丸尾長剣と知り合う。横須賀税務所への勤務を経て、1952年にはトネの圧戦で、 共同通信社の画信室に転職し、写真や漫画などの画像素材を、地方紙に販売する業務に従事した。1954年、絵の勉強のために、文化学院美術科と、学校法人アテネフランセに入学し、3年通学。この間に、小島伊佐を率いる独立漫画派に入会し、雑誌の寄稿で学費を稼いだほか、2家店への出品を開始した。 1958年、読売新聞社会部の食卓として、カット制作に従事する傍ら、自身のアトリエ、栗実験漫画工房を設立し、栗幼児漫画集を、自費出版。栗は、用紙や、製本素材選び、印刷業者、製本業者への搬入、配本をすべて一人で行った。栗は、同作で第4回文芸春秋漫画賞を受賞した。 1960年、栗実験漫画工房映画部を設立し、アニメーションの自主制作を開始。映画祭への出品や、テレビ番組、テレビ CM などへの提供を数多く行い、多数の賞を受賞した。1971年には、日本アニメーション協会の設立メンバーとなる。2010年、京里、鯖江市の郷土博物館、 学べの館の名誉館長に就任した。栗は同館にアニメーション作品の映像資料を呼び、油彩画、アクリル画を寄贈している。微笑みーファンタジア号書きのいくつかは D D、DVD、栗王子作品集のほか、サバ市氏、学べの館の常設展示で見ることができる。映画祭出品作品など、みんなの歌への映像を提供栗は日本放送協会の、 テレビ番組、みんなの歌」の楽曲映像を放送開始当初から1970年代前半まで多く手がけた。無印は、映像が NHK に現存する曲。は、映像現存が確認されていない曲。は、映像資料が現存しないが、水薦社編集のみんなの歌」楽譜集に映像の一部が掲載されている曲。栗が制作した。 同番組映像の大半は、原存が確認されていない。2011年から始まった、みんなの歌発掘プロジェクトによって、クラリネット壊しちゃったと、ハサミトギのカラー版の映像と、鬼の願いと、カッパのクイクオクアの映像が発見され、クラリネット壊しちゃったは2014年1月に、お楽しみ枠、ハサミトギのカラー版は2015年4月から5月。 カッパのクビクオクアは2016年1月にお楽しみ枠で再放送された。2014年、我々は宇宙人だ。で、39年ぶりに、みんなの歌の映像を手掛けた。その他のアニメーション作品上記のほか絵本などへのイラスト提供多数。このほかクリ実験漫画工房映画部設立と同年の1960年。 柳原良平、真鍋博士とアニメーション3人の会を結成し、葬月ホールで定期的に上映会を行った。ありがとうございます。